安彦君、どうしたの？何かあったの？あ、ユーマか。悪い、ちょっと一休みだ。なんかめまいがしたからとりあえず人目のないところに逃げてきたんだ。なんとか変装道具は回収してきたけど、もう限界だ。動けねえ。そんなに消耗していたの？ああ、よく考えりゃこんなに長い時間変装し続けてたのは初めてだ。ごめん、無理させちゃって。気にすんなよ、マイメン。ここに来るとき女の子も肩借りられたから、むしろサンキューだ。思いっきり匂いを嗅いでやったぜ。ほんとこのちびっこ探偵って喋るほどに好感度が落ちてくな。それよりどうよ、調査の方は進んでんのか？それが情報はそれなりに集められたんだけど、まだ決め手に欠けるっていうか、それぞれに怪しいところがあるせいでまだどの人が犯人なのかまでは。そういやさっき保安部の連中がこの学校で起きた昔の事件について話してたぞ。昔の事件？なほら、半年前にくるみちゃんの親友が校舎から落ちて死んだってやつだ。それがくるみちゃんの犯行動機につながってると保安部は考えているらしいぜ。つーか、無理にでもこじつけてくるんだろうな。あいつらは都合のいい真実を用意するつもりだ。じゃあこのままだとくるみちゃんは？もちろん助けに行くんだろ、ヒーロー。僕はヒーローなんかにはなれないけど、真実が歪められようとしているなら探偵として見過ごすことはできないよ。そう思えるんならもうとっくにヒーローだぜ、ユーマ。よし、急げば間に合うはずだ。まだ顔を見せてない本当の真実を突き止めろ。でもどうやって？過去の事件を調べて回ってるのは小太りの保安部員だ。そいつから昔の事件の情報を聞き出して、何が隠蔽されようとしているのか探り出せばいい。でもそう簡単に教えてくれるはずが。いや待てよ、できるかもしれない、あの方法を使えば。現場を仕切ってる保安部副部長のスワロに変装すれば話を聞き出せるかも。変装ってもんが分かってきたみてえじゃねえか。それじゃ早速と言いたいところなんだが、今はおめえを変装させる体力も残ってねえ。え？少し寝れば回復できそうなんだけどな。どうしよう、デスヒコ君の回復を待つ余裕はない。クルミちゃんを一刻も早く連れ戻さないと。保安部の捜査が打ち切りになってからじゃ遅い。かといってデスヒコ君に無理をさせて中途半端な変装で保安部と渡り合うのは危険だ。どうしたらいいんだ？例の能力忘れたの？そうか。なんだよ、いきなり大きな声出すんじゃねえよ。保安部がすっ飛んでくるだろう。あのさ、デスヒコ君、少しの間手を貸してくれない？手を貸す？うん、僕と手をつないでくれるだけでいいんだ。本気で言ってんのか？仮にもおめえは今女の子の姿なんだぞ。オイラが変な気を起こしたらどうすんだ？そんな冗談言ってる場合じゃなくて、早くお願い。ったく、何なんだよ。
なんだこの妙な感覚。まさかこれって恋？違う！説明すると長くなるんだけど、僕が記憶を失う代わりに得た探偵特殊能力なんだ。手を繋いでいる間だけ相手の探偵特殊能力が使えるみたいなんだよ。マジか。つうか、おめえって探偵特殊能力を持ってたのかよ。ちょっと変装道具を借りるよ。どっかな。すっげえ完璧な変装じゃねえか。本当にユーマがやったのか。なんなんだよ、こんなすげえ能力隠してたのかよ。リュックの中に保安部の制服があったのはさすがだね、デス被告、抜かりないね。あれ、でも片手を繋いでるのにどうやって服の袖を通したんだ。とにかくもう変装は終わったから手を離しても大丈夫だよ。過去の事件を調べていたのは小太りの保安部員だったよね。早速話を聞き出してくるよ。それとその完璧な変装ならついでにいろいろできることもあるかもしれねえぞ。そうだね、改めて調査してみるよ。デス彦君はここで休んでて。これは。他に怪しいところは。ねえ、とりあえず。へっ。うわ。あなた、
ねえ。なるほど。終わんないかな。なんか怪しいよ、この人。ねえ、ちょっといいかしら。お、スワロ副部長、お仕置きですか。お仕置き？それより、半年前のアイコの件について調べているのはあなただったかしら。はい、その通りであります。お仕置きですか。改めて確認したいから、判明していることについて説明してくれない？はい、喜んで。アイコの死体は放課後、校舎裏の花壇で発見されました。頭部を損傷し出血、これが死因と判明しています。なお、死体は両足とも靴を履いていませんでした。その靴は校舎の屋上に揃えられた状態で発見されています。そのため屋上からの飛び降り自殺と断定。こちらが当時の現場写真です。死体の第一発見者は？愛子と同じ演劇部員のカレンという生徒です。え？カレンが？ドサッと何かが落ちるような音を聞きつけて花壇に行ったら、アイコが倒れていたと証言しています。アイコは演劇部のスターとして人気を誇っていましたが、将来のことで悩んでいたようですね。ちなみにこの写真が生前に撮られた最後のアイコの姿です。この子がアイコか。よくわかったわ。報告ありがとう。引き続き捜査を続けて。困りました。ところで、お仕置きの方は行って。はい。
何なんだよ、お仕置きって。とにかくこれで当初の目的は果たしたな。あ、でもついでに他にできる調査もしておくか。と言ってもどこを調べるべきか。うん、ちょっと何するんだよ。いい加減にしてくれよ。なんで僕の調査の邪魔を。あ、科学室って確か。そもそも毒なんてどこで手に入れたって言うんですか。スワラ様、科学室にこれが。そうだ、毒殺に用いられた薬品が見つかった場所だ。まあ、せっかく来たんだし、ついでにここも調べておこうかな。これがあれば。実験などに使われるスポイトだ。どれも使用された形跡はない。どうした？僕を呼び出すとはいい度胸じゃないか。何かそれ相応の理由があってのことなんだろうな。あの、前にハララさんは言ってましたよね。ハララさんの過去史は世界探偵機構に入って3日で得したものだって。ああ、もっとも世界探偵機構に入る前からサイコメトリーの能力自体はあったがな。しかし急にどうした？やっぱりどうしても気になってしまうんです。本当に僕には探偵特殊能力がないんでしょうか。例の能力共有があるじゃないか。ああ、あれは僕の能力じゃない、じゃなくて、そのまたちょっと違う感覚というか。とにかく僕はまだ自分に探偵特殊能力がないって諦めきれないんです。だからそれを確かめたいというのか？はい、その通りです。探偵特殊能力について事務所で一番詳しそうなのはハララさんだと思って。だからもし僕に能力があるなら、それを思い出すのに役立つことを教えてもらえないかと。ずるい！また他人を頼ろうとしてる！いいだろう。10万支援だ。10万ですか。やっぱりタダでとはいかないよな。でもそれで能力が思い出せるなら安いもんだ。わかりました。今は手持ちはないですけど、いつか絶対に払います。よし、それでは契約成立だ。時間の許す限り役に立ちそうな情報を教えよう。まずは前提からだが、超探偵の持つ能力は元々の才能や素質とリンクしているケースが極めて多い。元々の才能とリンク？例えば人の心の声が聞こえる超探偵は、
その能力に目覚める前から人の気持ちを想像する力に長けていたり、体から発電する超探偵はもともと帯電体質だったり、探偵特殊能力に目覚める前からその片鱗は垣間見えているということだ。僕の過去史の前提となるサイコメトリーはほぼ生まれついてのものだ。原田さんはもともととんでもない能力を持っていたんですね。でもどうしてそんな能力を？説明は難しいな。僕のように飛び抜けて優秀な探偵を一般的な論理で語れるわけがない。そうですか。それよりも君の能力についてだ。君の才能、長所なんかが分かればそこから能力を予測することができる。もっとも本当に君に能力があれば。だがな。僕の長所ですか。君のことは君が一番理解しているだろう。考えてみろ。僕の長所と言ったら、強いて言うなら諦めない心ですかね。そういう気持ちは自分でもある方かなと思います。キュッキュッキャー、自分で言っちゃってるよ。なるほど。自らの能力についてまだ諦めていないのがその勝者と言えるかもな。だが諦めない心、執念深さか、そこから導き出される能力は、もしかしたらユーマの能力は不死にちなんだものかもしれないな。不死？ああ、あくまでも推論に過ぎないがな。死んでも死なないだなんて、まさしく執念深さを体現した能力だと言えるだろう。確かに。でもそんな能力があるかどうかなんて確かめようがないですよね。そんなことはない。試しに死んでみればいいだけだ。え？なんだその顔は。冗談に決まっているだろう。わかりづらいですよ。それではそろそろ頃合いだな。時間切れだ。僕はここで失礼する。支払いの10万支援忘れるなよ。あ、待ってください。言っちゃった。能力を思い出せるかどうかよりも借金の方が心配になってきたな。キュッキュッキャー、ますますご主人様とハララとの絆が深まったね。
スワロ様、お疲れ様です。何か操作に不足がありましたでしょうか。おっしゃっていただければ私が調べましたのに。お疲れ様。ところで毒物の検出結果は出た？はい、先ほども報告しましたが、毒物が検出されたのは被害者が手に取ったグラスからのみでした。被害者のグラスのみ？ボトルやもう一つのグラスからは？いいえ、検出されませんでした。この点に関してはスワラ様の指示通り報告書への記録を保留してあります。そう、ご苦労様。ピンポイントでカレンのグラスにだけ毒が？でもどうやって？あれ、薬品棚の横に絵筆が落ちている。筆先が濡れているみたいだけど、これは何だろう。これってあの時保安部員が持っていた毒薬の瓶だよな。操作のために一度持ち出したけど用が済んだので元に戻されたのか。あの時の報告にもあったけど瓶の蓋は開封されている。瓶そのものがかなり大きいから隠し持つには不向きだ。これを演劇場まで持っていくのは人目につきすぎる。だとすると何か別の容器に移し替えて持ち運んだのか。それとこの瓶の説明書きによると、この薬品は大気中の酸素と反応しやすく、開封後30分程度で無害化するらしい。あ、それについてもう少し詳しく書いてあるな。一度開封すると酸化は止められず、たとえ密閉容器に移しても無害化は進むか。科学室で調べられるところはもうなさそうだな。それにしてもスワロの変装は便利だな。保安部が何でも教えてくれるぞ。最初からこの姿に変装しておけばよかったかも。せっかくだからもう少しこの姿で調査を続けてみるか。他に気になるところは？全部調べて。いや、そういえば全部じゃないな。まだちゃんと調べられてないロッカーがあった。今のこのスバロの変装ならそこも調べられるかもしれないな。ねえ、あなた、
ねえ。あなた、ちょっといい？事件について何か思い出したことはない？別に何もありません。部員のロッカーだ。ワルナの名札がついている。ここ捜査のために開けさせてもらうけど問題ないわね。はい。そうだ、この日記帳には鍵がかかっているんだったな。大事な日記帳を見せてもらうのは気が引けるけど、今は少しでも手がかりが欲しい。ちょっとあなた、ワルナって生徒を呼んできてくれない？ワルナさんですか？わかりました。私に何の用ですか？この鍵を開けてくれないかしら。それ私の日記帳。どうしてそれを？事件とは何も関係ないじゃないですか。関係ないかどうかはこちらで判断します。やっぱりこのやり方は心が痛むな。でも手がかりがあるかもしれないし仕方ない。それでこそ探偵じゃない。事件解決のためにはあらゆる感情は不要なんでしょ。わかりました。これがその鍵です。すぐ返すから心配しないで。この写真は？そう、わかったわ。これはもう返すわね。部員のロッカーだ。カレンの名札がついている。ここ捜査のために開けさせてもらうけど問題ないわね。はい。何か落ちたぞ。今回の舞台の台本か。表紙にカレンの名前が書いてある。たくさん書き込みがしてあるな。稽古に打ち込んでいた様子が伝わってくる。毒杯決闘のシーンに赤字で何か書いてある。先にスポットが当たった方のグラスを取る。これってカレンが書き込んだんだよな。他の書き込みとも筆跡が同じだし。だとするとこの書き込みの意味って、今明らかに視線をそらしたよな。あなたちょっといい？もしかしてカレンのロッカーに彼女の台本を押し込んだのはあなた？何のことですか？あなたがカレンの台本を持ち去ったという目撃情報もあるけど。何か隠していることはないの？もしあるなら状況的に不利になるけど。
まさか毒殺に使った薬品を隠し持っているなんてことは。そんなの持ってません。やっぱり彼女は何か隠しているな。けどこれ以上はいくら言っても。だったら身体検査してみれば。え？探偵なら全てを疑ってかかるべき。女子高生の体もまさぐれるし、変態探偵としては一石二鳥なんじゃない？ちょっとあなた、フラネが何か隠し持ってないか全身を調べてくれない？私がですか？捜査なら保安部さんが直接した方が。それはいろいろと問題あるから。いいから早く。はい。あ、ポケットに何か入ってます。それは手帳？これはスクラップブック。手帳には雑誌や新聞の切り抜き記事が貼られている。しかもそれらの記事は全てアイコに関するもの。別のページにはアイコの自殺についての小さな切り抜き記事。彼女もアイコの件を調べてたってことか。あ、これえ、逃げた？いえ、もういいわ。大丈夫よ。え、そうですか。この姿での調査はもう十分だろう。そろそろ元の姿に戻った方がいいだろう。この姿で調査していると辛くなってくるしな。無理やり秘密を暴くのは調査じゃなくてただの脅迫だもんな。はあ、どこまでアマちゃんなんだか。よし、デス彦君のところに戻るとしよう。